いやどうも、やっぱり千葉は人が多いね。あのビルとかでもすごく綺麗になったよね。こんなの前俺来た時なかったよ。昔さ、ここさ、なんか普通に横断歩道があって道だったよね。だけど変わったね、これ。こんなのなかったよ、こんなビル。やっぱり都会だよ、これ。都会すぎるね。この建物昔と変わってないよ。この辺は面影があるけど変わったよね、ここもやっぱり。このゲームのアドワーズって、ここ昔ゲームファンタジアって言ったんだよね。よくここ木更津からここまで遊びに来たよ、ゲームやりに。1階から3階までゲームセンターなんだよ、これ。3階までゲームファンタジアも変わっちゃったか。このマクドナルド昔からあるよね。そこでゲームやりながらここで買ってきて食べたの覚えてる。やっぱり賑やかだよね、千葉って。いや、今までの通り結構人がいたけど、昔はここもね、人が結構かなりいたんだよ。ここは駅からパルコへ抜ける道だったんだよね。あ、やっぱりここはちょっと賑やかさがなくなってきたね。お店はすごいわ。この辺洋服屋さんがたくさんあったんだけどね、ないね、もうあんまり。一軒だけ残ってる洋服屋さんが。いやー、もっと昔ここ人が歩いてたんだけどな。パルコがなくなっちゃったからね。一風堂だって、有名だよね、一風堂。この今このいいマンションのとこが、これパルコだったんだよね、確かここパルコだよね。もう変わっちゃうと分かんないわ。公園の前だから、そうだよ、ここパルコだよね。いや、こんなのできちゃったんだ、いつの間にか。あのホテルは昔からあるよね、三井ガーデンホテルっていうの。あとこの公園も昔からある。こっち行ってみよう。そうだよね、ここがパルコだったんだよね。なんかね、こんなのできちゃうと分かんないよ、もう。あー、すごいマンション。この建物昔と変わってないよね、これ。この古さ、
ここはさ、なんかセントラルプラザってのがあったんだけど、ここだったっけ。でもこの建物だったかもしれない。ちょっとわかんねえ、もうダメだ。セントラルプラザっていうのがあったんだよ、確か。ここだったっけ。これまっすぐ行くと本地場の方行くんだよね。ちょっとこっち行ってみよう。いや、やっぱり都会だよ。都会だね。ドトール昔からある。ちょっとこっち行ってみよう。すごくない、このマンション。で、昔ねパルコで思い出があるんだけど、このパルコの中にコレクターズっていうお店があったんだよね。なんかいろいろ雑貨とか、アメリカの雑貨とか売ってる店なんだけど、そこが好きでね、木更津からよく買いに来たよ。あと覚えてるのが、中学の時かな、友達と木更津で、ね、からね、このパルコまで自転車で来たんだよね。考えられる、木更津から自転車だよ。ただ帰りが暗くなっちゃったの、パルコで遊んでたら。これはやばいっつってね、急いでここから2人で飛ばして木更津まで向かったんだけど、その時がね、時間計ったらね、1時間50分ぐらいで帰ったんだよね。もうスピードで。いや、今でもこの年になって木更津から自転車で来いって来られたら、言われても来れないよ。よく来たよここまで。だいたい38キロあんだよね。すごい、ラーメン屋さんすごい混んでる。有名なんじゃない、すごいラーメン屋さん混んでる。いや、でもこの中央公園って言ったっけ、ここ。この中央公園は変わってないけど、この周りが変わっちゃった、あの向こう側。いや、だけど今日は陽気がいいね、これ。この間まで暑い暑いって言いながら撮ってたけど、いや、今日は最高だわこれ。ちょっと向こう行ってみようよ。ラーメン屋さんだ。結構混んでるね。待ってる人が。寿っていうんだ。なんかいい感じの店。あとそこの八角っての見える？このお店有名だよね、これ。もつ焼きって。一回行ってみたかったけど、この間混んでたからちょっと行けなかったけど。すごい人が並ぶんだよここ。せっかくここまで来たから千葉神社でちょっと参拝していきましょう。すごく立派。ちょっと参拝していきましょう。ここで、だけど今回が初めてじゃない、こうやって神社参拝するの。よし、ちょっと行ってみましょう参拝に。いいね、やっぱり。
今日また陽気がいいからまた一段といいね、こういう参拝も。じゃあこれでさっきの交差点まで戻ってみましょう。でもよかった、参拝できて。じゃあそんなところでまた中央公園の場所へ、交差点へ戻ってきましたんで、ちょっとこっちへ行ってみましょう。こっちへ。それでこの辺から向こう行くと千葉の栄町って言って、まあ千葉を代表する歓楽街ですよね。ここから向こう歓楽街って言っても、なんていうの、男性の好む歓楽街。この辺はまだね、こうあれだけど、この先行くとね、結構いろいろあるんで。ちょっと待って、あれ何、たこ焼き屋さん、栄町のたこ焼き屋さんだって。ちょっと買ってみようか。すごいね、なんか派手だね、看板が。何があんのかな。あ、どうも、ネギポンだって。何がいいのかな。ネギポンがあれですか、おすすめですか。ネギ盛りがおすすめ。あ、ネギ盛り、はい、どうぞ。じゃあこのネギ盛りの8玉、はい、それを、はい、お願いします。はい、あ、どうもすいませんです。すごい、知らず知らずのうちに混み始めちゃったね。ちょっと向こうで食べてみましょう。ちょっとその辺で食べてみよう。うわ、暑い、すごい、見てこれ、これが一番ねおすすめなんだって今聞いた。いや、暑そうだよこれ。うん、中がトロトロ、これ。すごい美味しいんだけど、暑い。美味しい、すごい美味しい。これで500円じゃいいね。すごい、中が美味しい、中身が。なんかね、このトロトロなんだけどもっちりしてるような感じ、中身が。これこれ、あの銀だことかのよりこっちの方が好きだな。こんなところでごちそうさまでした。さあそんなところで美味しいたこ焼きも食べて、マジでうまかった。ここのまた買いに行きたいけど遠いからね。それでですね、ここの駐車場、俺よーくこの駐車場を利用したんだよね。懐かしいな、この駐車場。利用したっつったって、この男性の繁華街へ来たわけじゃないですからね。
ちょっとこっちへ用事があって来てたんで、そこちょっと行ってみよう。あとここの道の向こう側、今まではそんなに目立ったお店ないけど、ここを渡って向こう道入っていくとね、もうモザイクだらけになっちゃうと思う。ほらここから向こう入っていくと、もう見ての通り結構いろんなお店があるんで、ちょっともういろいろモザイクかけないといけないんで、今日はここから向こうは行かない、こっち。千葉を代表する男性の街だからね。でもね、我々がね、それこそ二十歳とか堺町なんかよく遊びに来る仲間がいたけど、それがアクアラインができたらね、もう川崎、堀之内、横浜のそういうところへね、もうアクアラインでポーンって行けるようになったら、堺町行かなくなっちゃったね、みんな。俺の友達の間じゃ、あのアクアラインのこと夢の橋って呼んでたよ。そう、駐車場に車を止めてね、ここへ来てたんだよ。っていうのもね、ここはさ、ここはね、地下へ降りれたんだけど、音楽のスタジオがあったの。なんつって言ったっけな、ペンタとかって言ったかな。バンドの練習の時ね、こっちへ遠征しにここへ来てたんだよね。もうなくなっちゃったんだね。いや確かここだよ、確かここだよね。いや残念、なくなっちゃった。紹介しようと思ったんだけど、でもね、この近くもう1店舗あるんだよ。そっち行ってみよう。そう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 、ここだよ、ここ。あ、ちょっと見えるかな。いやー、もうシャッター閉まっちゃってるか、見えないか。ここから確か下へ降りたね。あ、この階段から下降りたんだ、この階段から中の。そんなところでまたモノレールのこの幹線道路戻ってきました。そうそう、ここのスタジオペンタ、ここにも来たよね。向こうも行ってたし、ここにも来てた。でここでね、やっぱりこうやって機材を搬入するんだけどね、結構俺なんかドラムの機材持ってたから大変だったよね、この中に搬入するのが。あ、懐かしい。ここの角なんか、なんかつい最近ぐらいまで古いようなビルがあったけど、もう取り壊してマンションができるみたいね。やっぱりこういう古いビルの後はマンションになっちゃうんだね、みんな。あれ、三越どこだったっけ。もうなくなったのは知ってるんだけど、ほら、ブリリアタワー千葉ってすごいのができるよ、また。いいね、一回こういうとこ住んでみたいよ。何階建てなの？23階建て、高さ 80.29 メートル。そのなんか一番上とかから見たら景色がいいんだろうな。で、確かね、そこがね、そこがなんかパチスロ専門店だったよ。
三井のリハウスのところが、なんて言ったっけな、あの店の名前なんて、テキサスとかって言ったっけ、パチスロ専門店でよく友達が来てた、そこに。っていうか三越どこだったっけ、これだったっけ、わかんないね、もう新しいビルが建っちゃうと。さっきも言ったけど、あのカニ将軍昔からあるよね、よくあれ落ちないさ、下に。この建物も昔からあるけど、すごい見て、ピアノ生演奏だって。焼肉でピアノ生演奏ってなんかいいね。え、ここ焼肉だった？この建物変わってない。ちょっと店はの中わかんないけど。あ、見て、ディスクユニオンだって、まだあるんだね。あの2階中古レコード。ちょっとこっち行ってみよう。あ、三越ここだったんじゃない？そうだよ、ここからこう入れたから三越ここだったんだよ。あ、懐かしい、これこのリーガルの靴屋さん。何歳の時は、学生時代かな、ここのリーガルの靴屋で靴買ったね。ここへね、ティンバーランドのね靴が売ってたの。今みたいにティンバーランドのこういう専門店みたいなのがなかったから、ここで買ったの覚えてる。いや、小さいけどまだやってたんだね。いいね、なんかここ。ここがね、そごうだったの昔。今向こうへ大きく移っちゃったけど、ここでやってたんだよね。今あのヨドバシカメラが入ってるここへ。あ、でもここの下なんか空きテナントになっちゃってるじゃん。この2階のセガもよく行ったけどな。ここから上がってった。今何になった、やっぱりゲームセンターのままなんだ。ちょっとこっち行ってみよう。ああ、こないだ買ったハロウィンジャンプ当たんないかね姉が先で買ったハロウィンジャンプ当たんないかね。そんなところで駅へ戻ってきましたね。それではっていうわけには今日はいかないんでね、まだご飯食べてないから。それでね、前千葉のさっきの線路沿いのところにトレビアンっていうね、イタリアンの美味しいお店があったの。それがね、もう何年か前なくなっちゃって残念がってたんだけど、それがね今この新しいビルの中で営業してるみたいなんだよね。この新しいビルの中で、でね、イタリアンだけど、俺カルボナーラが本当に好きなんだけど、今までいろんなイタリアンの店行ったけど、ここのカルボナーラ1番か2番だね。そんなところで今日行ってみますんで、行ってみましょう。じゃあここから上がって今から9階行ってみますんで、それでは。
よし、ほらここに書いてあるんじゃない、トレビアンって、このこの時代のマークなんだよ。ここ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 、いや行ってみましょうか。じゃあ、お、そんな混んでないや。ここのがほんとうまいの。あーどうも2名、2名でいらっしゃいませ。2名様、はい、いやー美味しかったね。久しぶりに食べたらすごい美味しかった。やっぱりいやーごちそうさまでした。美味しかったっていうか、そんなわけでもう駅に着いちゃったね駅の目の前だったから。じゃあ今日はこれで帰りますかね。